登山口は登山道は左のようです。南風さんのハイキングコースの展望では約1時間ということです。クマ出没注意ということで、火を開けて入って、こちらからも開けられます。でこれで閉めると、こうやってから行くということですね。では出発、いきなり木段のスタートですけれども、これ引っ掛けやすいのでね、要注意ですよね。富士山のハイキングコース展望台40分という標識があります。こちら休憩できるんですかね。続きますが、南空富士山の展望台までは 1400m。 よし、もうちょっと頑張ろう。4合目、これいいですよね。お酒の4合、顔を持ち帰ってね。南空さんのハイキングコース下りの西回り、これはやめてた方がいいのかな。5合目、ハイキングコースはこちらです。おはようございます。南宮十五宝順屋と、こういう南宮大社のこのお堂がこの山の中にたくさんあったっていうことなんですね。展望台はあと20分。6合目、酔っ払ってまいりますね。もうそろそろ締め縄がかけております。石垣がありますね。あ、神社があります。高山神社と小安神社、南宮さんの展望台はあと 600m、 8号目まで来ました。あとちょっとなんですけど、ここからね、ヘビーな上り坂になりますね。さて、あともう一踏ん張り、頑張ろう。よいしょ、よいしょ。はい、9号目、 あと1回で1勝目。もう飲んでないのに足がフラフラで二日酔い状態ですよ。でも最後の一杯を楽しみで、あと少し平坦になってきましたからね。お、これは猿滑りやるか、わからん、適当なことを言う。この辺り、
竜原と戦いの時に陣跡があった場所なんで、そういう何かしらのね、こういう遺構もあるのかもしれないですね。土橋、ここが橋だ。やっぱそれあれかな、これも、あ、毛利秀元の陣跡、ここがそうか、この先がそうやったんですね、きっと。ここが縦堀、これがそうなのかな。ここが陣跡、ここから先が陣跡だったんですね。あ、綺麗ですね、原。ツツジかな、これ。わからんけど。あ、土塁。あ、これはやっぱ人工的に作った土塁なんですね、これ。あ、綺麗や、ツツジ。あ、見えてきた。こんにちは。こんにちは。あら、ちょっとかすんどる。あ、川が見える。こちらね、休憩するところがございます。これ桜ですよね。ちょっと前までは満開やってんでしょうね、これ。何かノートとか自由ノートとかありますね。こちらに毛利秀元の陣跡という看板があります。ここから先の山頂に行くコースらしいんですけど、一時ご遠慮くださいと書いてあるので、まあ、今回はここまでにしてね、帰ろうと思います。まあ、先ほどちょっとおにぎり買ってきたんで、こちらでね、おにぎり食べてからね、景色を見てしばらくいようかなと思います。登頂者査数の調査はこちらということで、こちらに岐阜県外、岐阜県内、垂井町内ということで、ね、書いてあるんで、私は岐阜県内ですので、ここに一つ249人目、いつからか知らんですけどね。ではね、今登ってきた道をね、そのままとりあえずは降りていきたいと思います。ああ、帰りは気持ちいいな、やっぱり。平地はね、結構慣れてるつもりなんですけど、やっぱり山歩くともう全然違いますよね。てか、頭が酸欠になるもんで、頭が回らないのになってくるんですよね。で、帰りになるとこうやってちょっと景色をね、見たり、そういう楽しみが、閉めるだけの余裕があるんですけどね、行きの時はもう、登るだけで精一杯でね、ああ、新緑が綺麗だとかって帰りは思えるんですけど、まあ、こういう平坦なところを歩いてる間はね、ちょっとこの景色を楽しみながらね、歩きたいと思います。でもまあ、全体的には歩きやすいコースだと思います。そこそこ小学生のお子様ぐらいでもね、頑張れば登れるコースではないかと思いますし、まあ、いろんな、ね、年齢層の方楽しまれて登られてるような感じなんでね、ちょうどいい具合のね、これ登山のコースではないかと思います。
またこちらもね、境っていう石。何の境なんですかね、これ。土地が違うのかな。こっから、左は俺んち、右はお前んちみたいな感じなんでしょうか。神社のところまで帰ってまいりました。高山神社さん。ね、無事にここまで帰ってこれました。ありがとうございました。やはりね、このお山自体が神様っていう、そういう存在だったんでしょうね。昔はこの垂井が美濃の国の中心部だったっていうことらしいので、そういう意味ではこの南宮さんがその美濃の象徴みたいな山だったのかもしれないですね。あ、これ先ほどの大きな杉の木ですね。しめ縄のしてあるこちらの御神木かなんかですかね。すごいパワーをいただきましょう。ありがとうございました。分岐点のところまで降りてまいりました。行き来たのはこちらからですが、こちらがね、5合目ハイキングコース。この先見客コース、ご自分の責任で歩きましょう。でもせっかく来たのでね、一応まあご紹介がてらに、見客ではないのですが、怪我をしないように歩いていきたいと思います。一応下りのコースはこちらがあれなのかな、正規のルートなのか。こちらもね、椿が咲いてますね。まあ、ここは結構綺麗だな。椿の神様っていうことなんですよね。はい、上からこの途中まで降りてきました。結構やっぱりこれ石がザラザラなんでね、ちょっと向こうよりは急な危ない坂ですよね。ここは少し休憩できるところありますので、ね、ちょっと疲れたらこちらで休憩もいいかと思います。またこの先もね、ザラザラの道がずっと下り続くのでね、注意して歩きたいと思います。ちょっとこれ見えないかもしれないですが、目の前に鹿がいます。こっち見てます。多分ね、向こうも変なやつが来た、大丈夫かなと思って警戒をしていると思います。こそこそ動いてます。お、ぴょん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 、行っちゃった。何かまたここもありますね。木が、大きな木があれかな、眠り神。なんだろう、なんか招き猫がおる。これがそうなのかな。はい、こちら、はい、下山のところまで来ました。こちらも柵があります。あ、ここか。こちらでね、外して開けさせていただいて、はい、こちらはね、マムシに注意、クマスボツ注意、ね、でもこちらはね、ちゃんと、はい、よし、はい、閉まりました。はい、ではどうもありがとうございました。なかなかいい、気持ちのいい散歩コースでした。あ、こちら池、あ、桜が散ってね、花びらがいっぱい手に浮かんでますよ。
ちらの桜はね咲いてますね。